オリエンテーション。OK、諸君。椅子にケツを沈め、汚い口を閉じろ。俺にはこの後行くところがあってだな。お前らより重要な人物に会わなきゃならない。俺は科学者になっちまって、俺たち科学者は忙しくなりがちな重要人物ってわけだ。今、お前らが折りたたみ椅子に座ってるということは、お前らが新人だということを意味している。トーテムポールの一番下。だが、試験に合格したってことでもある。SPC にようこそ。これ以降、お前らの仕事は、とても単純だ。サメにパンチをお見舞いする。顔面にだ。これから、お前らは、サメを殴る。サメを殴ってない間は、サメを殴る計画を練る。サメを殴る新しい方法を開発する。サメの殴り方について読む。サメの殴り方について書く。サメの殴り方について研究する。サメの殴り方について夢見る。サメを飛び越える、役中。行き過ぎるという意味のスラング。地表上現象的な物質を収集、収容し、サメをぶちのめすために使う。サメを殴るのがお前らの人生だ。お前らは自問自答するかもしれない。どうやってサメを殴る？お前らの拳でだ。お前らは自問自答するかもしれない。サメに噛まれたらどうする？どうすればいいかわからない。錬金術師に会いに行け。お前らは自問自答するかもしれない。俺の歯がサメみたいになってきたぞ。奴らが全員サメに変わっていくという意味で。いいぞ、奴らを殴り始める時だ。これは重要な仕事だ。メモしておけよ。財団の外にいる連中は、それがなぜかを理解していない。俺たちの仕事がどれだけ重要かに気づいてないんだ。お前らは抗議され、嘲笑され、侮辱されるかもしれないが、目的を見失うんじゃない。お前らの拳をサメの顔面にぶち込むんだ。数年前、とある元職員が俺に尋ねた。なぜ、サメを殴るんです？お前らには俺の返答がわかるだろ？さあ、あなたは科学が憎いんですか？科学を憎むサメ好きなのか？非科学的なサメのやり方に従うのか？奴はノーと言った。そうではない、と。どっちにしろ、俺は奴の顔を殴ってやった。なぜなら、奴がサメになりかけていたのは明白だったからだ。なぜなら、それがシャークパンチングセンターでするべきクソだったからだ。お前らがここに来た時、椅子に、孫子の標本書、サメ殴り編、があったはずだ。明日の朝、出勤する前に読んでおくように。じゃあ、今すぐここから出ていけ。サメは自分で自分を殴ることはないぞ。手がないからな。